はい、今日はこちらを買ってきました。スマートフォンを充電するためのモバイルバッテリーです。iPhone とかで撮影ですね、こうやって動画を外で撮ってるとやっぱりバッテリーの持ちが悪くてすぐ充電がなくなっちゃう時があります。それでですね、1日持たないことがよくあるんですね。で、充電するにも車の車載充電器も持ってないし、今までは、充電切れたらお家帰るまで充電ができなかったんです。でもさすがにちょっとよく動画を撮るのにそれでは不便だなと、お出かけして思う存分動画撮りたいというのもありまして、電気屋さん行って安いの見つけてきました。メーカーが販売終了してる商品なんですけども、そのお金で随分安く買えました。でも別にその廃盤商品でも、ね、こういったものはただの充電器なので性能が悪いとかっていうこともないですので、ね、安くで買えてよかったなって感じですね。これのいいところは一つのモバイルバッテリーで一気に2台充電ができます。これの注意事項で iPad とスマートフォンは同時に充電できませんっていうことです。マイクロ USB の充電ケーブルが入ってますので、スマートフォンはこのマイクロ USB の線で充電ができます。で、 iPhone はって言えば iPhone って充電器の線こんな感じですよね。こうやってね、取れますよね、こうやってね。だから言ってみればこっち側が USB 刺さる方なので、これをここに刺してですね、で充電したいんですよね、これでね、なのでこれはすごく便利だなと思って買いました。まだ開けてません、充電もしてません。ちょっと開けてみましょうか。開けてみますね。こんなんですね。で、色はピンク色にしました。銀色、シルバーね、シルバーとか黒とかありましたけども、ピンクにしました。なんでかと言いますと、私はよく物をなくすので、携帯もよくね、カバンに入れてどこに行ったどこに行ったって探すタイプなので、こうカバンに入れた時に目立つ色がいいなと思ったんですね。こう入ってるのがすぐわかる、なのでこういうピンク色にしました。ピンク色、ね、これだったらカバンの中覗いてこの色のものがあったらすぐね見つけられるので、これにしました。これですね、いいですね。これ充電のどれだけ残ってるかっていうのがこう目で見てわかるようになってます。このボタンを押すと残量確認です。押してみます。はい、このようになります。残量確認時は青いランプがつきます。これ2つ目が点灯してま す、ね、2つ目は約 25% これはね、これ25%っていうことです。1つ目のランプは充電してくださいっていう意味らしいです。はい、今マイクロ USB 挿しましたら、はい、このように赤いランプが光っております。これ充電中のマークになります。ですね、この箱が入ってましたね。箱の中、これ USB ケーブルですね。 USB ケーブルね、これですね、これ USB ケーブル、はい、これですね。ちなみにこれは30センチの充電ケーブルです。これ大事ですよね。本体の充電時間は約6時間です。モバイルバッテリーっていうのは何回も繰り返して使うものなんですけど、何回使えるかですよね。何回使えるか、はい、ここに書いてますね。 USB 端子から繰り返し充電、約500回充電して使えるっていうことです。これ自体の重量は 160g と、まあまあ軽量です。お出かけ中に携帯の電源が切れちゃうといろいろ不便なので、こういったものをお守り代わりに持ってると便利だと思います。以上、モバイルバッテリーの紹介でした。